こんにちは、収納コンサルタントの松本です。今日の話は時間とお金どっちが大切ですかっていうような話なんですけれども、これはですね、まあ絞って言うなら、新規収納するときに、まあどっちが大切かとか、今自身置かれている状況で言うと、まあどっちがお金と時間どっちが大切ですかっていうような話なんですよ。でこれまあ分かりやすいのが、いわゆる移動、今いるところから遠くに移動するときに何を使うのかって話が、まあすごく分かりやすいなと思うんですけども、例えば私は今愛知県豊田市ってところに住んでいて、まあたまに出張みたいなことがあるわけですよ。まあ勉強会の場合であったりとか、まあ講演で呼ばれて行ったりとか、まあ遊びにっていう場合もありますし、いろいろですけども、東京とかに行く場面もまあちょこちょこあるんですね。でその時に、じゃあ豊田市から東京に行こうと思った時に、交通手段っていうのはいくつかあって、それはまあ一つは新幹線で行くっていう選択肢あります。で、まあ、新幹線じゃなくていわゆる特急とか在来線を使って行くみたいな選択肢もありますし、高速バスを使って行くっていう方法もあります。でもちろん車で行くっていう方法もあるんですよ。まあちょっと飛行機っていうのは今回ちょっと外しますけども、まあいくつか選択肢があるんですね。でこの時にじゃあどれを使うのかっていうのは、その時の状況によるんですね。これが例えば今私の状況で言ったら、というかその用事にもよるんですけど、どうしてもその移動の時間がどうしても足りない、もう今から昼から出て夕方には着かなきゃいけないっていう状況だったら、これはもう新幹線使うしかないわけですよ。多少お金がかかっても、まあ1万円、片道1万円ぐらいのもんですけど、お金かかっても時間が限られていれば、早く着かなきゃいけなかったら新幹線を使います。でも例えば仮に今よりもっと若い時とかは、もういやまあ時間あるけど金がねえみたいな状況なので、時間かかってもいいから東京に行きたいと思ったら、まあ例えば青春18切符みたいなものを買って在来線でもう6時間7時間かけて行くっていう場合もやっぱりあると思うんですね。でまあ時間かけてもいいっていう話で言うと、高速バスっていう方法もあります。それはまあやっぱり時間かかりますし、まあお金は安いです。18切符と比べてどうかっていうのはちょっとはっきりとわからないですけど、本当に2000円3000円あれば東京に行けちゃうぐらい今安いですので、高速バス使って行けばまあ安く行ける、時間はかかるけども安く行けるっていう状況も考えられますよね。でもう一つあるのが、その時間を、まあ時間っていう長いか短いかっていうことじゃなくて、その移動そのものを有効に使えるかどうかっていう切り口もあって、これ例えば車を運転していくっていう場合、当然その運転しなきゃいけないので、例えばですけど新幹線とか在来線電車で行くんだったら本を読みながら行くことができる、要するに勉強の時間をその移動時間に当てることができるのに、運転の場合はできないですよね。まあもちろんあの今だとオーディオブックみたいなもので耳から勉強っていう選択肢もありますけど、基本的に本は読めないと思うんですよ。そのあたりのその時間の使い方っていう意味で、まあ例えば車だとその辺本読めないから、じゃあ新幹線にしようかなっていう選択をする場合もやっぱりあって、これは結局何を基準に選んでるかっていうと、まあ今自身の自分の状況で時間を使えるのかお金を使えるのかっていう、その時間とお金を天秤にかけながら、じゃあ何に乗っていこうかなっていうその移動手段を決めてると思うんですよ。でこの話で言ったら、そのいわゆる新規収納をする、農業をやるっていう場合に、今自分自身時間をたくさん使えるのか、まあ割とお金を使えるのかによって、その一つ一つの選択決断っていうものが変わってくる可能性があるんですね。だからまあもちろんその移動っていう意味でももちろんそうです。どっか行くときに金がないから、まあとりあえず安い交通手段使って時間かかるけどまあいいやって言って、
ちびちびお金を使わずに、まあ、なんとか移動をこなしていくとかっていう場合ももちろんあるでしょうし、これまた別の話で言うと、例えば今現在、まあ、結構年配の方で、まあ、自分自身その体を、まあ、あんまり若い時ほど体を動かせないけども、まあ、お金持ってるわとか、まあ、年いってるからもう残された時間限りがあるっていう状況の場合、そのお金を使って、まあ、人を雇って労働してもらうっていう選択肢ってきっとあると思うんですね。私はちょっとその辺イメージあんまり湧かないですけども、若い時は自分自身で経験を積むことの方が大事だったりするので、まあ、お金を使わないとは言いませんけども、お金を使って人を雇うよりは自分自身で経験した方が将来的にいいっていう場合もやっぱりあると思うので、その辺のそのお金があるか時間があるかによってやっぱり何か物事をやるにしても選択が変わってくると思うんですよ。で、機械を買う買わないとか、中古買う新品買うみたいなところでも、今自身お金があるのかどうかとか、まあその時間、例えばですよ、トラクター買うか小さな耕運機買うかっていう場合、これっていうのは時間とお金を天秤にかけてると思うんですよ。耕す時間圧倒的に早いのはもちろんトラクターですけども、やっぱりそこにはお金がかかるわけで、その機械代金とか、まあそれを維持していくお金っていうものがやっぱり大きくかかっていきますので、その辺まあ時間かかってもいいから、まあ耕す機械はなるべくコストを抑えたいと思ったら、耕運機手押しのとか、小さな耕運機を、まあ、数十万円で買うっていう場合もあるでしょうし、下手したらその数十万円しか出せないから、まあ、新品じゃなくて中古にしようっていう場合もあると思うんですよ。で、お金があって、まあ、効率よく時間をあまりかけないでやりたいっていう場合はもちろん新品のトラクターっていう選択肢もあるし、そこまでかけられないと思ったら中古のトラクターっていう選択肢があったりとか、それは結局お金と時間のバランスを取ってるわけですよ。で、そのバランスを取るときに必要なのが、今自分自身どっちを出せるかっていう話で、まあその両方持ってる持ってないありますけど、どっちかっていうとこっち出せるなっていう方を選びながら、多分何を選択するかっていうのを決めてると思いますので、このあたりは結局のところ一つ一つの物事に対して、今自分自身お金を使えるのか時間を使えるのかっていうのを常に天秤かけながらやってるはずなんですね。意識するしないに関わらず。ですので、まあその農業を始めるときにはやっぱりいろんな決断しなきゃいけないです。物一つ買うにしてもやっぱり決断が必要ですし、何か働く、労働する、作業するっていう場合でもやっぱり選択を迫られてるんですよ。一つ一つに対して。で、その時にお金を使うのか時間を使うのかっていうことを、まあ、あえて意識してみると、まあ長い目で見た時にはうまくバランス取れてるなっていう方向に向かえる可能性がありますので、まああの何気なく中古がいいかな新品がいいかなっていうんじゃなくて、時間とお金今どっち使えるんだろうっていう意識を持ってもらうと、またちょっと新規収納っていうもの、まあ実際の農業をやっていく中ででも、まあ考え方が少し変わってくると思いますので、参考にしてみてください。